ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速イメミの館へ。いらっしゃいませ、ラクレーションサロンイメミの館へようこそお越しくださいました。ということで今回は村長さんの好きなものを詰め込んだおとぎの村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったのかしら。でしたら500バレでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、おとぎの村に出発。はい、おとぎの村に到着。シンプルでいいね。夢の世界へようこそ。あなたは今、おとぎのという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のおとぎのの世界をご堪能遊ばせ。お、二通りの着替えが。プリズン。よし、ワンピースの方で行こう、私は。女の子向けで。ということで、黄色水玉ワンピース。イエーイ、こんな感じ。あ、いいね、いいね。おしゃれやね。はい、ということで、この木の周りの水、あ、こっちにも、ここも水？いいね、いいね。なんか水辺がいっぱいあるの好き。あ、なんかこのシンプルに綺麗めな感じ。いいね、清潔感が。白と青の、この花たちも。どうも。語り部さん。昔々のお話です。この語り部さんが、村長さんかな？はい。綺麗な家、お邪魔します。おー、いいね。ちなみにこの村長さんの家は住宅兼公民館らしいです。この村の公民館。いいね。人が集まってきたりとかいろいろするんかな。で、この入ってすぐのこの部屋はロビー兼小さな図書館。で、もちろん本の貸し出しも可能と。あ、こういうちょっと入り込んだところに座って読めるスペースが、こういうのいいね。でもこういうところさ、なんか座って読みよって、あ、そこの本が取りたくって、みたいな人こんのかな。ちょっと気になった。はい、そしてちょっと奥の部屋に。この奥は、郷土博物館的なコーナーらしいです。へえ、すごい。びっくりした、座れた。座れた、ちょっとびっくりした。あ、この椅子って黒にもできるんか。なるほどね。黒にもできる。もともと黒っぽい色やったっけ？どっちやった？白の方がよね。もともと。こういう感じの、まあ、なんか、真面目そうな感じの人やったもんね、村長さん。いろいろと、村のためにこういうものを作っているのね。こういうコーナーを。人々の憩いの間とかになりそう。はい、それじゃ左の部屋へ。これ左側は村長さんのお仕事部屋らしいです。あ、やっぱりあれか。こう、ね。市役所の中みたいな感じで、こう村長さんはいろいろと書類に判をついたりとかせんといかんのかな。お、時計が斜めになってる。意外とズボラなのかもしれない。気づいてないんかな。はい、そして、右側の部屋へ。右側は、小さな喫茶スペース。いいね、ほんとなんか、1人2人ぐらいが入ってきて、ここでちょっと、ケーキ食べたり、お茶したりして、こう、ほっと一息つくみたいなスペース。これは？これ、何？何が貼ってあるの？なんかよくわからん。私の目にはなんかすごい、不良学生みたいなのが、真ん中に映っとる。なんか、
学生もののドラマかなんかかなって感じやけど。はい、そして2階へ。はい、この2階の、ま、ほぼ、寝るか、ちょっと書き物するか、っていうぐらいのこのスペースが、お仕事部屋？違う。村長さんの部屋らしいです。シンプルだね。シンプルだね。そしてとことん本が好きなんよね。なるほど。これは？これは何の絵だい？なんかね、ちょこちょこ、わからない絵が飾ってあるのが前座なんかな？この中にある絵？はい、そして地下へ。はい、地下はお風呂場。お、風呂上がりの牛乳も。びっくりした、なんかと思った。風呂上がりの牛乳もしっかりと用意されて、素晴らしいね。ちなみにこの村長さんの家、部屋のサイズが、まあ、一つ一つ小さいのもこだわりらしいです。一つ一つの部屋は小さいんやけど、すごいなんかね、いろんなものが詰め込まれとって、綺麗よね。語り部さん、あれかな？天の声みたいな感じやけん、天使の輪がついたんかな？きっとそういうことやね。そして私は物語の世界に迷い込んだ、夢の住人なわけだわ。さあ、それじゃあ、二軒目のお家。ほんとなんかね、めっちゃね、こう、シンプルなんやけど、マイルザの使い方が、綺麗なんよね。綺麗ですごい整った村って感じ。木の植え方とかもすごい等間隔に植えられとって。いいなぁ。いいなぁ。はい、そして二軒目のお家。あ、なるほど。両サイドに。水路が。どうも。アリスちゃん、帰り道はどこかしら？お、不思議の国のアリスやね、きっと。お邪魔します。お、びっくりした。なんかと思った。犬がいたのね。あ、これはなんかあれやんね。不思議の国のアリスの中にも出てきとった。こういう植物系の家具に。めっちゃなんかチュン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 鳴きよる。どこ？これか。これか。かわいい。これは靴？靴かな？なぜテーブルの上に。そしてここで、まあ、ミシンとか使って。あ、かわいい。これかわいい。これこれ。違う違う、開けてしまった。え、これめっちゃ可愛くない？え、こういう感じの、これは元からこういう感じ？こういう感じにリメイクできるってこと？いや、元からかな。めっちゃ可愛いんやけど、これ。あ、そしてここにも、見たことない絵がある。何の絵なんだろうな。毎回気になりつつ、どういうシーンなんかもよくわからんねよね。海辺？海辺かな？何かしら？なんか周りに水がいっぱいあるよね。ほい、お邪魔しました。あれかな？住人さんの名前とかは、まあ、おとぎの国っていうだけあって、そういう物語に出てくる名前やけど、家の中自体はこう、別の感じ。お、セーラー服着とる、かわいい。ヘンゼル。グレーテルどこ行ったかな？かわいい。ヘンゼルとグレーテルの話私あんまり知らんのよね。あ、でもこれはわかる。お菓子の家。あの悪いおばあさんみたいなのが。ん？住んどったとこ？用意したところ？お邪魔します。なんかあれよね、森の中。森、迷、ん？森で迷って、で、お菓子の家にたどり着くんやったっけ？ヘンゼルとグレーテルはなんか、
あれ森の魔女みたいなやつに食べられそうになったんやった？そんな話じゃなかったっけ？本当にね、すごい、すごいぼやっとしか覚えてないんよね。一回だけ多分、小学生、小学校、低学年ぐらいの時に、童話で読んだんやけど、図書室で借りて。いやー、もう一回あれやね。わかりやすく漫画とかで読み直したいね。多分今のはちゃんと再現されていたんだと思う。あ、でなんか、この、おとぎの村は、結構ね、無理やりな場所に、灯台が設置されてあるらしいんだけど、あ、かわいい！この小さい段階で止まってるのめっちゃかわいい。いいね、いいね。灯台が設置されているのはどのあたりだ？あ、こっちじゃないか。あっちか。多分、橋の向こう側かな？ちょっと向かいます。いいな、あの段階の、あの木。夢の中以外では多分成長しとんやと思うけど、普通に。あ、これや、灯台。で、この村はね、ちょっと強引な位置に灯台があるらしいんだけれども、まあ、これ、カッペイさんの、どっから降りるんだ？こっちか。このカッペイさんがいる、場所。船の場所。ここから、きっちり、灯台が見えると。やっぱなんかそういうとこから、そういうところからの見え方も、ちゃんと気にしとるあたりすごいよね。私全く気にせずにさ、公共事業、めっちゃ適当に作ってしまったけん、後悔してるんだ。めちゃくちゃ後悔してるんだ。でもなんか撤去するのもめんどくさいしなとか思ってしまって。作り込み系じゃないからな、私。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか公共事業の位置とかもすごい計算されておいてあるし、なんか家の中もね、村長さんの家の中とか、めっちゃ豪華やった。一つ一つの部屋が小さくてもそこになんかこだわりがめっちゃ詰め込まれとる感。